フォートナイトのお時間だ。今日はいつものソロモードじゃなさそうだな。世間は夏休みに突入したのに未だ梅雨明けしていない。急にどうした？せめてゲームの中では夏を満喫したい。それと今回にどんな関係が？夏といえばギラつく太陽。夏だな。白い砂浜と綺麗な青い海のビーチ。夏だな。飛び交う銃弾。夏だ。いや最後のは夏関係ないだろ。俳句の世界では夏の季語になってるわけねえだろ。というわけで今回はビーチアサルトをやっていきます。動機は意味不明だが、せっかくだから楽しむのぜ。私たちは最初防衛側ですね。15分間防衛目標を守り抜いたらこっちの勝ちだな。これが防衛目標ですね。攻撃側は時間内にあれを破壊したら勝ちだな。攻撃側と防衛側を1回ずつやって勝敗を競うみたいですね。しっかり守り抜けよ霊夢。イージスの盾と言われた私の防衛力に任せなさい。せいぜいベニヤ板がいいところだろ。ペラッペラじゃん。まずは狙撃で敵をリスポーン地点に返していく。防衛側は下には降りられないのか。降りたら死ぬ。体に改造されてるみたいですね。そんな悲しきモンスターだったの。まあでも前線で戦うのは下っ端の役目なんで、下の方にはボットが配置されてるのか。前線は彼らに任せて私たちは優雅に狙撃しましょう。気がたるみまくっている模様。霊夢さん、ボットの数がかなり減っていますよ。彼らは復活できないですからね。このままだとまずいんじゃないか。まだ10分以上あるぞ。私がショットガンを抜かなきゃならなくなるまでは余裕ですよ。敵もかなり前線上げてきてるけどな。まだまだ余裕ですよ。そろそろインファントリーで堅実に削っていきますか。ほらほら、それ以上で敵たら撃っちゃうぞ。よし、シールド剥がせた。でも出てこなくなっちまったな。むしろ前線が停滞してくれるなら願ったり叶ったりよ。私の作戦にまんまとハマったわね。そしてあなたはリスポーン地点にお帰り。そのままそこでじっとしてなさい。しまった、敵が来てる。おとり作戦だった。まんまとハマったな。ショットガンを使うしかない。思ってたよりも早くショットガンを使うことになった模様。守りきれるかしら。だいぶお祭り騒ぎになってきたな。とにかく敵を排除しなければ。至るところに敵がいるな。確実に処理していかないと。一人撃破。敵だらけだ。すぐそこが敵のリスポーン地点だからな。おっく、何度でもリスポーンできるから頑張れ。このゲートを防衛ラインにしよう。防衛ラインという名の強固地を見つけた模様。ここより先に敵を進行させなければ我が軍の勝利は確実。敵からは狙いづらいからこの場所かなり強いな。ここからドラムガン撃ってるだけで勝てそう。一応両サイドに地下通路もあるんだけどな。だからこそここに兵糖を集めるためにここで戦うんだよ。それっぽいことを言って強固地を占拠する霊夢。君たちの敗因は私に強固地を見つけさせてしまったことよ。とか言ってたら敵に強固地を発見された模様。そこから防衛目標を攻撃できるの。攻撃側のリスポーン地点から攻撃できるみたいだな。これはまずい。あと1分守りきれるか。耐久力は 25% 強ってところか。正面の敵を全力で排除しないと。敵は撃ち放題って感じだな。あと1分ってとこまで来て負けるわけにはいかない。防衛側は勝つには15分もかかるからな。これ攻撃側の方が有利じゃない。だからこそ防衛側での勝利は大きいぞ。耐久力残り 25%。 ガシガシ削られてるぞ。やめて、これ以上いかないで。残り30秒だけどかなり危ういぞ霊夢。正面に火力を集中させるしかない。できる限りあそこから撃たせないようにするんだ霊夢。順番に倒していく。味方もショットガンで倒してくれてるぞ。ありがたい。耐久力もほとんど残ってないぞ。敵が倒したそばから復活してくる。なんかゾンビみたいだな。ビーチアサルトはゾンビゲーだった。多分作った人はそんなつもりないだろうけどな。ビーチでゾンビと戯れるのが今年の夏のテーマってわけですね。ゾンビとは一人で戯れてね。とか言ってたら防衛成功。かなりギリギリだったけどな。ぶっちゃけ今ので攻撃側のコツわかった感ある。上まで上がっちまえばって感じなんだろうな。では攻撃側スタートです。まずはボットを処理しながら上を目指しましょう。攻撃側はここをスムーズに抜けれるかどうかなのかもな。意外とエイムの性能がいいからね。エイム練習がてら遊ぶのにちょうどいいかもな。建築も必要ないしいいかもね。インファントリーでしっかり狙って。どうせならヘッショ狙ったらどうだ。確かによし。この調子で上がっていくので。無事に上まで来れましたね。リスポーン地点も更新されたようだな。まだ10分以上時間も残ってるしか来ましたね。早々に油断している模様。多分勝てるっしょ。
心なしかチャラくなっています。しっかりとゲートを破壊。これであとは目標を破壊するだけだな。集中効果だ。撃ちまくれー。飛び交う危険地ゴムを目元もせず目標を攻撃し続けるレイム。ここから撃つのが強いのは学習済みよ。敵が使っていた戦法を一切恥じることなく丸パクリしています。戦いっていうのはそういうもの。悲しみ。このまま一気に削り切る。これで最後だー。成し遂げたぜ。たまにはこういう普段と全然違うモード遊ぶのも面白いな。楽しかった。というわけで今回はここまで。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。